海と日本プロジェクト in 宮城。美しい海と山に囲まれた自然豊かな気仙沼。この気仙沼の海藻や藻場にも海の環境の変化によって影響が出ています。海と日本プロジェクトでは、地元で海産物を販売している株式会社おのとくと気仙沼市立九条小学校と連携し、藻場と海藻について子どもたちに学んでもらうプロジェクトを行うことになりました。地元三陸の海藻を扱う業者として、天然の海藻がどんどん減少傾向にあるということは感じておりました。それを子どもたちと一緒に学んでいけたらなということで今回企画いたしました。おのとくのホームページに設置した藻場や海藻の教材ページを九条小学校5年生の総合の授業で活用しました。今日話を聞いてみて、地球温暖化の影響などで海藻などが減っていることが分かったので、自分たちにできることはしっかりやって生活していきたいと思いました。海や自然を守ることで僕たちも生きやすい環境になることが分かりました。海の学習を通して子どもたちには、気仙沼の海が本当にこう豊かだと、魚だけじゃなくて海藻もたくさん取れるんだ、そういうことに気づいてもらい、海をこれからも守っていく、そういうような暮らしを見直していくところに、歩いていってほしいなと思っています。一方で家庭で海藻を食べる機会が減っています。海のことを大切に思いながら、子どもたちにはたくさん海藻を食べていただきたいと思います。ホームページを通じて、たくさんの子どもたちに海や海藻のことを学んでいただけたら嬉しいですね。海と日本。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録してくださいね。